こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽安こだまです。以前にちょっと、動画でアップさせていただいて、非常に反響が大きかった、無双のこういう、まあうちがこうオリジナルで作ってもらっている無双の伊達締め2枚合わせのものですね。これが非常にこう締まりが良くて、着崩れがしにくいということで本当にこう評判がいいんですけれども、実は、これを織ってもらっていた、旗屋さんの方でももうこの機械がもう今はなくて、新しいものが作れないということで、で、色物に関してはうちで相当、何千本とこう仕入れをしてストックをしてあるのでまだまだ大丈夫なんですけれども、結構、お寺さん関係のご住職の方が、お使いになりたいということで、これの白のものを、作れないかということでご要望を前からいただいていたんですけれども、いろいろ旗屋さんをお願いしたんですけれども、ちょっとこのものではちょっと作ることはできないので、いろいろちょっとうちで工夫をしまして、これも動画で上げさせていただいてますけど、鬼へこという、前から見ると加工帯に見えるようなへこ帯、こうしたもののこの素材ですね、この鬼紡ぎというののちょっとこうブクブクしたようなまあこういう素材にちょっと近いものを、生地で探してですね、で、うちの方でなるたけ白目のというものでこういう、伊達締めを幅とか長さはほぼ同じものをちょっと作ってみました。で、実際にこの鬼紡ぎというのは非常にこう締めやすい、緩みが少ないので、前の無双の伊達締めほど硬くはないんですけれども、ちょうどこうお腹に当たる部分から後ろのところまでをちょうどこの長さですねを、中に少し絹芯を入れて張りを持たしてます。でちょっと見ていただくと透け感がこう違うので分かると思うんですけれども、絹芯を、二重にして入れてあります。で実際、これも結構締まりが、いいのでちょっと僕が今試しでちょっと締めてみますけれども、そういうご住職の方からその白のものっていうふうに言われるのは、まあ、今こういうちょっと白っぽい、襦袢を着てますけれども、この帯だと非常にこう目立ってしまうということで、基本的に白目のものが、ご住職の方たちは白衣と呼ばれる白い着物を着るので、それに締めたいということで、あまりまあ目立たないものの方がいいということで、で少しこれは長尺にサンプルなんですけど長尺で全部作ってあります。で実際こう締めてこう縦にするとこれで緩んでいくことがないので、前の博多のものほど硬いものではないですけれども緩みをしないっ
まあこうした感じですね。で前にもやったようにこう手をグッと上げても基本的に上に上がっていってしまうことがないので、まあこうしたもので、まあちょっと代用していただけないかということでサンプルで作ってみました。で実際にうちをよくご利用いただく、まあそういうご住職の方にも締めていただいて、締め心地を、ちょっと、なんていうんですかね、アンケートというか、取ってみたいなというふうに思って何人かの、ご住職の方にお話をさせていただいているような今状態です。基本的に白衣白の着物に対しては、まあ、こうしたような、ものの方が目立たなくていいんではないかなということで、で結構この YouTube チャンネルをやらせていただいても、まあそういった職業柄、和装を必ず着なきゃいけない方からいろいろこうご相談を受けることが多いのですけれども、やっぱり普段にしょっちゅう着られるからこそ、その着心地のいいものをちょっとお使いになりたいという方が結構いらっしゃるんですけれども、なかなかその方衣と呼ばれる専門の人たちが使う方衣屋さんでは最近、まあ、価格が安いものばかりで、その性能というのがあまりこう重視されてないので、結構そういう性能のちゃんといいものっていうのがないかなということでご相談をよく受けるんですね。うちでも本当にこの YouTube をやらせていただいてから全国から、まあ、そういったご住職の方から問い合わせをいただくんですけれども、まあ、考え方だと思うんですね。その、まあ、作業着だから何でもいいやという方と、やっぱり逆にその仕事着でしょっちゅう着るからちゃんとしてないと気持ちが悪いっていうふうに、おっしゃる方と両方いらっしゃると思うんですけど、基本的に僕は自分がやっぱりお店で自分が普段しょっちゅう着てるので、着てるからこそ着崩れしないちゃんとした、ものを使いたいなと思っていろいろ探して、でまあ実際ないものはうちが作るようにして、使っているので、結構ご相談されることが多いと思います。ということで本日は、従来のこうした、無双の伊達締めの本当は白を作りたかったんですけど、なかなか白のものがちょっ と,、もうすでに旗屋さんの方では機械がないので作れないということで、うちの方で、まあ、こういう鬼平行で使ってる鬼紬の生地を使って、締まりのいい平行帯ということでちょっとオリジナルで作ってみましたので、そちらのちょっとご紹介を、本日はさせていただきました。ということで本日も以上ありがとうございました。